今日は九州大学の陸上部の学生さんが肉離れをしたということでご覧いただきました。肉離れは怪我をして治療までの期間が短ければ短いほど治るまでの期間も短くなります。また痛みが取れたからといってすぐ治療をやめると再発の危険性やパフォーマンスの低下につながります。どんな怪我でもそうですが、怪我をしたらすぐ治療に来られてください。